こんにちは、速稼塾の子でございます。ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、いよいよですね、7月の23日21時からガチンコマッチョクラブズームライブ第2回がございます。ここでテーマにしたいのは、私も今ねすごくね興味があるホームジムなんですよ。私も曲がりなりにホームジムは持ってますけども、超簡易版です。ホームジムってのは4パターンか5パターンぐらいに分かれるんですけども、私の場合は多分ね一番簡単なホームジムです。バーベル、ダンベル、それからベンチがある、これがメインね、すごく手軽に揃えられて面積も取らないし、まあ、いざとなったらね、そのジムを解体するのも簡単なんですよ。で、次の段階っていうのは何かっていうと、例えばね、ハーフラックですよね、しっかりとしたパワーラックっていうのはすごくジャングルジムみたいにゴーンとね存在感あるんですけども、ハーフラックっていうのは、まあ、なんて言いますかね、パワーラックの半分サイズみたいな、本当その通りで、バーベルとかダンベルをコンとかけることができてすぐにトレーニングできるんですけども、場所はそんなに取らないよと、圧迫感もないよって形で、まあ、4畳半とかでもね簡単に設置できるんで、まあ、人気ではあると思います。それからですね、パワーラックですよね。パワーラックはやっぱり6畳ぐらいに設置しちゃうと部屋の半分以上が埋まってしまうんで、まあ、それなりに覚悟がないとつけられないことと、またねコストもそこそこかかってきます。それから機材もまあ割といります。ただ体を鍛えようと思ったらほとんどのことができるんで、それはすごくいいものではないかなと思いますよね。それからあとはね、レバレッジシステムっていうのがあるそうです。レバレッジシステムは何かっていうと、なんかね、いろいろできるんですよ。引っ張ったり伸ばしたりとか、懸垂したりとか、バーベルみたいなやつもね。それで、特徴は、ギリギリまで追い込んで力尽きても、怪我をしないんですよ。ね、プレートを使ってるわけじゃないんで、プレートを上げるわけじゃないんで、普通、バンベル、ダーベルとかね、パワーラックっていうのは、ぐーってやった後、安全バーがない限り、ゴーンってね、縮んでしまったら、ここら辺にバーが来て、もう上がれなくなってしまうんですよ。すごく生命の危険もあって、私もね、危ないもんしたんですけども、ただね、このレバレッジシステムっていうのは、こうぐーっと限界まで追い込んで筋肉の限界が来た時にパーンとなった時にでもここで止まってパッとね脱げることができるんですよ。だからそういう意味ですごくこれはいいなと思ってますよね。まあ他にもねいろいろとお話したいことがあるんですけども、あとプロテインのこともねちょっとね、私最近マイプロテインっていうのを取っていろいろと試しているんですけども、すごくねお話したいことがあるんで、この辺もミスター M さんとまあお話し合いになればいいなと思ってます。タイトルはですね、ホームレスからホームジムへという、ね、もう冗談みたいなスタイルなんですけども、本当楽しみにしていただければと思います。それではですね、Zoom のチャンネルの方 URL につけておきますので、ぜひねここで予約してお待ちいただければと思います。7月23日の21時から、後ほどアーカイブでお伝えしますので、YouTube でアップロードすることもできますけども、できればライブでねコメントなど入れていただいたら幸いでございます。それでは